え皆さんこんにちは、えー、ただいまより「テーマ別理論総ざらい講座」のご案内を行います、えー、タンタレック専任講師岡崎光則ですよろしくお願いいたしますとお手元にですねこちらのこのパンフレットもしありましたらご準備いただきたいなと思っていますでこれがあった方がやはり説明もです、ねえー、しっかり分かっていただけるんじゃないかと思います もしなかったとしたらそのまま、えー、この映像を見ていただければ十分にわ、えー、かる内容になってますのでご安心くださいただもしあったらご準備くださいねと今回ですねあのプロモーション用としてこの映像を撮っていくのであの時間もそこまでないんですね長い時間なので要点だけ、まあ、説明して終わりにしようかなと思っておりますで新しくですねこの 直前期前の時期において講座一つ発表させていただきますそれがこのテーマ別理論総さらい講座ですまあ略してテーマ別講座と呼ばせてくださいちょっと長いですからねこれのお話をさせていただきたいと思っておりますでこの講座はですねまあ特徴を一言で言うと何かというと上級指定等連これから始まってくるんですよで上級指定等連の 指定範囲ってものがありまして、まあ、その範囲の流れに完全にこう準拠した形で講座総まとめの講座をやっていくってものになっていますでこの講座を受けることによって、まあ、上級指定答練とか、まあ、ファイナル答練とか答練の効果を10倍にも20倍にもアップしていただくことができる講座になっています、まあ、ちょっと考えてみると 今まで何でこんな講座なかったんだろうってちょっと不思議になるぐらいかなり理りにかなった講座かなと自分自身では考えてるんですけどもでこの講座どんなことをするのといったらこちらちょっと見てみてくださいねスケジュールです見えるかな、まあ、全14回になってますで1回目がですねガイダンスってことになってて14回目がまとめってことになってますで残り12回ありますね 12割る2は6になります6で後ろのページに上級指定当練全6回って書いてありますよねそうです6回これ偶然ではないんですね2回目3回目見えますか2回目3回目を通してこの2回で上級指定当練の上級当練の1回目に対応してます4回目5回目で2回目に対応してます6回目7回目で 3回目にに対応していますそんなふうになってるんですねでただのまとめ講座だったらばまあ多分テキスト1ページ目からこうザーッてやっていくのが基本だと思うんですよただ今回のこの総ざらい講座一応まとめ講座の中の一つなんですけども順番に工夫があるんですであえて2回受けることでトーの1回の範囲に対応するって形をとってますので つまりどういった使い方ができるかというとまあトー受ける前につまり2回講義を聞いてでまた勉強するわからないところとかねで当練に臨んでいただくでどこが分からなかったどこが苦手か弱点が見えてくるでまた次の週に2つ DVD とかウェブとか、まあ、聞いていただくで勉強していくでまた当練を受ける でまた弱点とかが発見できるこんなふうにやっていくことができるわけですよ。でこれをすることによって、まあ、上級指定トーレンの期間にですね一回全体的に1周しちゃおうそういうふうな講座になっております。で基本的にはですねファイナルトーレンぐらいからがまあ直前期って言われると思うんですよ。でファイナルトーレン大体7月かな。 ぐららいからスタートになるんですけどもそこから3ヶ月ぐらいが直前期でその前に上級指定答練ってものがあるんですねつまり直前期前です直前期前にちゃんと全体の範囲をですか一周できているかどうかこれすっごく大切なんですで例えばこの講座を使ってですねそのファイナル答練前に全部の範囲を しっかりと勉強した状態それで臨んでいただくと間違いなくですよ本試験ででででの合格率、まあ、勝率勝すすすすね上がってきますこれは間違いない,ですなぜならばいいいなななぜらばか入門講座の方とかはもう仕方がない点もあるんですけど2回目3回目5回目6回目って方もそうなんですけども結構エンジンかかるの遅かったりするんですね。 えー、例えば「トーレン」が来ました「ファイナルトーレン」来ました「直前期が来ました」「他の学校のトーレンでもいいですよ」まあ「受ける?」って話になるじゃないですか「あっトーレン来るな」「じゃあそろそろやろうかな」ってこう思い腰を上げるわけですねそうなるとどうしてもですよ「ああここ抜けてるなああここ抜けてるな」中にに気づいていいてくみたななことになっちゃうわけですよさっき言った通りトーレンって基本的には直前期のものですから直前期に あここ抜けてるなここ抜けてるなあまた次ト連が来るなあまた抜けてるなってなっちゃうとあんまりこう,穴埋める作業ってうまくいいかないんですねで結局は本試験でもやはり穴が残ったまんまなんとか「えいや!」ってこう乗り込んでって運が良ければ合格みたいな形になっちゃうんじゃないかと結構そういったパターンが多いんですよ。まあ、運よく合格ででできたたらもうおめでとうございましたってなるんですけども ね、残念な思いになっちゃったって方は、えー、悔しいじゃないですかでみんな口揃えて言うのは何かって言ったらもうちょっと早くスタートしておきゃよかったって言うんですよでスタートした人みんながじゃあ全員うまくいくのかそれもまた違うんですよ何かっていうとどれぐらいの濃度でどれぐらいの密度で勉強してたか結構大事なんですまだ時間あるしな ちょっとまあ全体的に見ていこうか軽く見ていこうあこういうのあったなこういうことあったなこういうことあったなってやってるうちにすぐにもうトーレン切っちゃいますから薄い濃度で薄い密度で勉強してるとなかなかですよトーレンまでに一周しきるとかそういったことも叶わなかったりするです一周するにしても薄い一周と濃い一周ってあるじゃないですかでこの講座を使うことによって濃い一周をしていただけるそういう講座に なってます。テーマ別講座ってのは。直前期のその前の時期をですね。濃い時間に変えていく。まあ、そういった講座になっております。注意点としてはですね。こちらに書いてある通り。インプット講座。一通り。まあ、受講した方。がいいのかなと思うんですよ。なぜならば。やはり二回で。一回のお通礼に対応する。って話ですから。あんまりですよ。あんまり。 理屈とかつまりこうなっててこうなっててこうでこうでこうでって話はなかなかできないんですまとめ講座としての、まあ、側面がすごく強いのでみっちり勉強したいんだったらやっぱ入門講座を受けるしかないんですす戻るしかないんですでもまとめ講座のいいところっていうのは、まあ、そういうところを省くことによって一気に何が必要で何を勉強しなきゃいけないか課題を発見していくことができるそれが、まあ、まとめ講座のいいところかなと思うんですよ。 なので今回この講座に関してはしっかりとこう解説するってことはなかなか時間の制限もあるので難しいですなのでインプット講座を、まあ、一通り受講した方に、えー、受けていただきたい講座になっておりますいいですかねでですね、まあ、当連にすごく準拠している講座になるので 上級やっぱり受ける方に受けてていいたただきにになってますす一応ですよに全部準拠するってことはつまりは全部の範囲を、えー、対応してるってことではありますので、まあ、このまとめ講座を受けるだけでもつまり上級討論を受けれないんだって方でもですよこの講座を受けていただくだけで直前期のまとめの講座受けたってことになりますからそこはもう安心してください。ただこの講座を 一番こう有効に活用していこうと思ったらやはりセットで上級到了を受けていただくっていうのが一番ベストかなと思っていますどうしてもですよあのお金のね都合がとかあった場合は一個ちょっと考えましたやり方を。 去年どうですか去年受けませんでしたか上級等連あのもし去年上級投令受けていたんだったら本当はみんな合格してましたで行きたいんですけどあのもし去年上級投令受けていたでもちょっと悔しいことがあったってなった場合に、まあ、この講座を受けて、えー、この講座2個聞いて投令受けるってことをやっていただくのも一つの方法かなと思ってます。もちろん一番ベストなの,のは そのまま、えー、上級今年のを受けていただくっていうのが一番いいんですけども、まあ、どうしてもお金の都合とかあったら上級騰廉の,、えー、の指定された範囲ですかそれはもう変わりがないって聞いてますので、まあ、その昔の、ね、去年の上級騰を持ってきて、まあ、この講座を受けていただくって形でも十分に対応できるかなって思ってます。で、ですよちょっとお話を少し 横に持っていきたいんですけどもま答、あ、練の話、すごい回してますね。東レンについての話まあ、もちろん、この講座が東レンに向けてのまあ、講座になっているからってこともあるんですけど、トーレンってすっごい大事ですよってことをですね。残りの時間、ちょっとお話しさせていただきたいんですよ。つまり、基本的には今言った話だけで、まあ、この講座のご案内というのは終わりにしようかなと思っております。ちょっと分かりづらかったですか？大丈夫ですかね？ええー。 テーマが決まっているそれに向けて講座をやっていく直前期の総まとめになっているとで2回ずつ2回ずつそれずつが1個の答練に対応している形なんだとだから答練を受ける人にすごくぴったりな講座になってますって話なんですでえっと答練の大切さです 実際まあファイナル登を受ける方はすごく多いですしあの直前期の登壇をみんな受けてるって状況だったりもするんですねで基本的にはあの本試験も当然ですけど全範囲で出るじゃないですか隅から隅までの範囲の中から何が出るかな何が出るかなっていうあのものじゃないですかだからそれの訓練した方がいいんじゃないのって方もたまにいらっしゃるんですねそういいったた方に向けけてお話をしたいんですけども 特にですよこの上級指定闘錬指定する範囲が指定されてるってむっちゃ大事です範囲が指定されてるっていうのはすっごく意味があることなんですねでこの上級指定闘錬でできること何かっていうともちろん他の闘錬でもできますけども特にこれでできること何かっていったら弱点の炙り出しなんです皆さんにある弱点ですで弱点って 実は本試験に合格しようと思ったら一番貴重なな情報なんですだって弱点が分かってればそこ勉強すればいいんだからで弱点分かってればそれが出た時に構えてちゃんと試験ね文章を読んで間違いないしていくって作業ができるじゃないですかだから弱点が把握できているかどうかってすっごく合否に関係してくるんですよじゃあ弱点って売ってますかって話なんです 例えば本屋さん行きましたなんか本がずらっと並んでます皆さんの弱点売ってますか売ってないんですね予備校に売ってますか売ってますって言いたいんですけど売ってないんですお金で買えないんですプライスです本当に自分自身の弱点って売ってないんですじゃあどうすればいいのって言ったら自分で見つけるしかないんですよこれが。 なななかなか大変なんですね自分の弱点を知りたかったら誰かが知ってたらいいですまあ講師は、ね、他の講師もそうですよ大体のまあ受験生が苦手とするところは知ってますからみんなここら辺結構苦手なんだよねってこと言えるんですでもですよあなたですあなた自身の弱点ははっきりとは分かっている人いないんですあなた以外にはであなたが見つけるしかないんですで 見つけようと思うとそれなりの作業が必要なんですよもちろん過去もうとにかくわーっとやって、まあ、自分自身で追い込んでちょっときつい状況でも問題解くことでいろいろ考え違いに気づくとかいろんなやり方あるでしょうけども一つのやり方としてはやはりトーレンテバを活用するってのがありますいよいよ先生とじゃあもう全体の範囲のトーレンテやればいいじゃないかもちろんそうなんですよそれでもいいんですけども 全体の範囲でやってるとまだここちゃんと勉強してないからなってなるんですよ間違えた時にまださ全部やりきれてないからさだからちょっとここら辺漏らしちゃうんだよね抜けちゃうんだよねっていうまあある意味言い訳ができちゃうんですよでもですよ上級陶連指定されてます範囲が結構狭いんですもう行っちゃうんですよ先に表題出します って言うんですだから表題とき出るんです1回目例えば書式の問題でで次の書式の問題で「分筆出します」って言ってくるんですよ出すんだでそれ勉強すればいいじゃないですかいやそんな範囲分かってたら取れちゃうじゃーんと思いませんか取れちゃうじゃーん取れないんですよ結構「地目認定出します地目について出します」って言うんですよ先に指定答弁ってのは。 あ分かってたらさ解けちゃうじゃんか本当ですかって話なんです解けなかったりするんですよでそういうところですもう細かいところまあ細かいじゃないな狭い範囲狭い範囲を目いっぱい勉強するんです目いっぱいできる範囲で自分のねとあの過去問もそれに関する過去問全部潰すしテキストをうわあ読むしとにかくもう何が出ても間違いない状況を作ってくるんです 作っておいて「さあ通れんです」できますかってやるんですそうするとポポポポロ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 落ちるんですよあれってなるんですあんなに勉強したのにあんなに昨日まで分かってたのになんか筆が進まないなあの横に書くじゃないですか解答用紙の1番2番3番4番「大きい丸」「これ絶対×だよ」「これ絶対丸だよ」ってやるじゃないですかあんなにに勉強したのに 丸かなーってやるんですよあのちっちゃくね「丸かなー×っぽいな」ってその自信のなさどこから来てるんだって話なんですけども勉強不足から来てるんですよ。っっぽいなっぽいいななで解答よし見てあ正解してたよかったよかったよかったじゃないんですよ。丸かなー×かなーってこの気持ちがね動いたところが弱点なんです。でそこを つまりは当連で点数たくさん取るための講座なんかやりませんじゃなくて準備して当連でどうだったかなって迷ったところもう丸ばかりですから自信なさそうに丸書いてたりするわけです自信なさそうに×書いてたりするわけです線引いてここら辺が怪しいなみたいに書いてたりするんですよそこが弱点分かってないところ弱点ですそれどこにも売っていないなし どこででも買えないんですで皆さんが見つけるしかないものなんですそれってやっぱり答練とか何かしらそういった作業を通した方が分かりやすいって側面はありますどうしてもあのもちろんやらなくてもえ見つけれるならそれはそのやり方で構いませんから強制するものでもないですしただ皆さんによりこう勉強しやすいようにね、えー、講座を提供していくっていうのが我々予備校の、まあ、仕事でもありますからね えー、そういった講座を準備したって形になりますでとなると上級答練の時にですか「2回分の講座を僕が、えー、お話しするんですよ」「ここやっておいてくださいねこここうなんですよ間違いないでくださいねよかりますからね」やるんです「でふんふん」ってそれ聞くで勉強するんですで答練を受けていただいてちょっと自信がなかったところとかをピックアップしておく置いとく。でもうすぐ次の それ復習してる時間は基本ないです多分働いてる方だったら働いてなかったら次の日に復習すればいいですけどもう次のトーレン来ますからもう僕が講義してるやつを聞くとでまた勉強する絶対に点数取れるように勉強するできるはずです文豪筆出しますよって来るんですよってことは文豪筆の登記原筆付けとかの書き方はできますよね合体出しますよって言ってくるんですよだから合体の登記の目的も書けますよね ですよねそういうふうに勉強していくんでそうするとどん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 あんなに勉強したのにあんなに範囲分かってるんだから勉強できたのになぜか間違えたってところがどんどん出てくるわけですでそれを置いとく置いといて、まあ、上級トレ霊終わった時とかにもう一回その弱点を貴重なものですよ他の人の弱点ではないかもしれないあなたの弱点あなたの弱点をちゃんと押さえていく潰していくで ファイナルトーレン受けたらどうですかできるはずじゃないですかでも落とすんです <laughs> あの落ちるんです本当にあんなにやったのになぜ迷うんだろうなぜここ自信がないんだろう出てきます上手に作ってきますからファイナルトーレンっていうのはでまたピックアップしていくわけですここが弱点だったなこれを繰り返しやっていくんですよそうすると本試験までに本当の弱点ってものが まあ10個より少ないはずです基本的に10個以上あったらそれは勉強不足なだけです基本的には10個ぐらいでしょうね本試験ででそれをピックアップしておく潰しますけどね潰しますけどもどうしても分かんない弱点どうしても間違える弱点を取っておけるとノートに書いておけると例えば東京だったらですよ青山学院とかかもしれません今年はねどこか分かんないですけどねあのベンチがありますよね でみんなそこに座って勉強してますね覚えてますか本試験のあの日みんな勉強してるタバコ吸ってる人もいる缶コーヒー飲んでる人もいるなんかそこら辺にずっとなんか勉強してる人がいるあの時間に見れるんですでその時間につまり当日の1時間前2時間前3時間前とかに見たものって基本忘れないです人間はだから本試験でもしその弱点が出た時にも対応できるわけです こういうやり方をして初めて弱点潰したって勉強になるんですがもう直前期に入ってからエンジンがかかってくるとよっぽど時間がある人以外なかなか弱点を潰すってことは難しいんじゃないかと思うわけです。ってことはですよ直前期が大体いい6月7月7月かなぐらいかなって考えたときにやはりまあ全体を一周できるまんべんなく落ち着いて一周して。 自分の弱点あぶり出し、あぶり出していくタイミングっていうのは、多分この上級当連の期間内ぐらいなんじゃないかなと思うんですね。ファイナル当連始まってから自分の弱点を埋めていくっていうのはね、ちょっと遅い気がするんです。で、上級指定当連、まあこれも実は僕自身が講義させていただくんですけど解説とかはね、あ書いてないかな。 あ書いいてないですね何日からって書いてないあの5月ぐらいからだったはずですあったあったあった、はい、5月29日から7月3日までこの期間ぐらいでしょうねあの皆さんの一通りの弱点をあぶり出していくあとはエンジンかけていくのはファイナルトーレーンからエンジンかけるんではちょっと遅いですファイナルトーレーンは7月ですねから9月の18日までこれがファイナルトーレーンとなってます ここからエンジンかけるんじゃなくてここからもしくは、まあ、この講座を使ってテーマ別講座を使ってもう4月5月もう半年前じゃないですか4月5月からもうエンジンかけて自分自身の弱点あぶり出してほしいあぶり出すためには範囲狭い方がいいんです狭いからむっちゃ勉強できるむっちゃ勉強したのになぜか間違っとる ななぜか自なか自信がったそれが本当の弱点だからピックアップしていくそういう作業に入っていけるのでいいですかね今一度、えー、何月からエンジンかけていこうかなとかそういったことも含めて、えー、自分自身の今年の本試験の受け方ってものを、えー、考え直してほしいなと、えー、思っておりますそのための一つの助けにこの講座がなれば幸いですので、えー、テーマ別講座ですね ぜひご検討いただければと思っております時間来てしまったんで他にもねもっとお話ししたいことありますけどもまた今度の期間にさせていただきます、えー、ぜひ、えー、ご検討いただければ幸いですよろしくお願いしますありがとうございました